そしてスタンドバイミーですね。この日はまあ暑かったね。暑かった。これまあ撮影日見ると2006年9月9日なんですけど、うん、もうあのなんて空調がね綺麗さんだよね確かね。なんか切んなきゃいけなかったらしくて、こう照明焚いてる中もうしかも屋内じゃんこれ。なんか行動みたいなのもあるんだよね。そうすっげえ暑かったね。そしてこれはあのエキストラですね、ベースボールベアファンの方々から、募集を募りまして、うん、集まっていただいた皆さんと作ったビラなんですけどね、これでも演奏シーンはあんまり撮らなかったと思うけどね。そうだからこの人たちの後に撮ってるから、うん、そうだよね。そうこれ俺髪短いな。短いね。じゃあ俺直これ撮影日のその入りしてから楽屋に行ってから切ったんだけど、もうハムちゃんがもっと短くもっと短く、これ以上短くすんのみたいな、もっと短くもっと短くって言ったらすげえ短くなって、でハムちゃんあやっぱ違うねみたいな。遅い遅い遅いよ。ひどいな。すごいよねこれね。すごい一個一個座ってやったんですよね。これね、一個ずつね、うん、これなんかこう、コマ送りじゃないけど、うん、そういうのがこう、うん、コンセプトで、うん、こうあの実際エキストラの皆さんにこう各色のですね T シャツを着ていただいて、うん、大変そうだったね、うん、いやこれ翔平髪短いんだよね。あ、そうか、短くなったね、こっから。そうだ、あ、そうだ、ここからなんとなくこうチャラい方向に行こうとするんだよね。チャラい方向へ。あ、すごいんだね、これもね。こう、これなんて言うんだっけ、マスゲーム、マスゲームか、うん、あ、こいちゃんがいない。あれ、これどうなんだっけ、ここに。あー、これか。生徒会長、何様だよ。何様だよ。次の場面とかすごいよね、これ、ね、パンチのところ。パンチ、うん、この後、ここ。あ、これね。あ、これこれなんかあれだよね、はい、パンチしてみたいな。そうそうそう、感じで、あの覚醒器でこう、うん、あ、この辺からでもなんかすごい翔平とか動くようになってるね。そうね、すごい激しい、うん、もう引いてねえわ。もう実際汗ダックダクだからね、これね。俺もきつかったもん、ダウンベスト。あ、ダウンベストね。あれはしんどかったな。超熱かったもん。おぉ、来た。ダンダン、あー、いい、かっこいいな今の。グワーってしょやね。これ髪に長い短いと何どっち？何何何何さ今。髪短いとちょっと大人っぽく見える。なんか別人みたいな感じするよね、ちょっとね。俺が髪短いことあんまないからね。ないね。ね、そう、音量みたいになってる、なんて言うんだろう、あのコンポの、うん、あの、うん、モニターのね。あ、いなくなった。いや、でも頑張ってもらったよね、すごいね、エキストラの皆さんにはね、これね、早い時間からね。ああ、まあ、最後のコメントは堀くんのね、ポイント稼ぎだったの。よく分かった。これなんでゴリラだったんだろうね、最後。そこは全然分からなかったんだよね、最後まで。